かーつ今日は「スーパーヒーローは大きい家に住むべきか」についてはいはいはい皆さん元気ですかはあ疲れた今あのいやこれはいい疲れね、えー、疲れには前回話したようにあのー、なんかこう精神的な疲れとかねいろいろあるんですけど 僕は今ちょっと疲れているのは散歩に行ってきたから、はい、ちょっとこう早いペースで歩いてきましたねはいちょっと喉が渇いたので、うん、疲れたはいでもこれはいい疲れですね本当に、えー、散歩してすごくこうリフレッシュしましたそしてあのー、いろいろ考えながらね歩くことができました えー、とてもよかったなんかこう家にいるとこういろいろ煮詰まる感じがしますよね煮詰まるっていうのはなんかこうアイデアが出てこないよねそんな感じ外に出るとそれがパーッとこう開けるで外に行くって言ってもなんかこう人がたくさんいるようなね渋谷とか新宿を歩いてもそんな風にはならない僕が今日歩いたのはちょっとこう人があんまりいない方まあ 人がいないと言うと変ですけどあの住宅街ですよね、えー、平日の昼住宅街を歩くと人がほとんどいませんえー、まあ理由はみんな仕事に行ったり学校に行ったりしてるからですね子どもたちは学校に行ってるし大人たちは仕事に行っているそして仕事をしてない大人たちは多分まあ家の中で掃除をしたり料理をしたりまあ、リタイアした人まあ多分家の中にいるんでしょう 道を歩くと全然人がいませんなので静かな住宅街を歩きながらね、まあ、たまにおじいさんやおばあさんがちょっと歩いてたり、えー、なんかこう専業主婦の人がちょっと歩いてたりするんですけどまあ本当に全然人がいないそういう道をひたすら歩くまあ1時間以上かなそうするとこうなんかいろいろなねこう考えが出てきましたよね 最近ちょっっっと引っかかっていたことがありますこれはまあいいとか悪いとかじゃないですよ。あのそれは人それぞれあの考え方違いますからいいとか悪いとかじゃないし僕も未だに答えの分からないことなんですけどどうすればいいかね。えー、世界がどういうふうに変わっていけばいいか変わらないべきかよく分かりません本当に。全てのことにいいことと悪いことがあるからねどうしたらいいかな誰にも分からないでしょ。でも例えばですよやっぱり資本主義とか。 えー、そういうことを考えた時に資本主義やキャピタリズムですねそういうことを考えた時にちょっとこうやっぱり気になるるところがあるんですよねでそれについてちょっと話したいと思ってたんですけどどうやってどういうことかなとちょっと考えてたけど歩いたら外を歩いたらちょっとクリアになってきましたねじゃあこういうふうに説明すればいいんじゃないのか。<え>あの あるスポーツ選手まあ例えばと言いましょうね例えばあるスポーツ選手がととてもとてもも大きいい家を買いました、えー、そのスポーツ選手はまあ本当にすごいスポーツ選手で、えー、まあ多くの人はこう言いました、まあ、当然だろう彼ぐらいあのヒーロースーパーヒーローは大きい家を買って何が悪いその 家も本当に大きいねすごくすごく大きい家でもスーパーヒーローだから当然でしょと、えー、言いましたうんじゃあどうしていくつかの人たちはねちょっと嫌な気持ちになるんだろうとえー、いくつかの人たちはちょっとそれを批判しましたちょっとがっかりした彼にはちょっとがっかりしたえー、彼はそのスポーツだけ に興味があってその家とかそういうことにはそんなにこう気にしないタイプと思っていたみたいなそういうがっかりの仕方しかもそれはその家はね確かにメインハウスじゃなくてこうちょっとこうサマーハウスというかウィンターハウスというかなんかその別荘なわけですよセカンドハウスサードハウスわからない何個家があるのかは知りませんでも 基本的には必要はない必,要必要はまあ人によって違うから何とも言えないですけどまあほとんどの人って、まあ、その外国にセカンドハウスなんてないでしょでもあのスーパーヒーローだから大丈夫っていう、ねまあ、そういうじゃあなんでねいくつかの人は嫌な気持ちになるか、ね、いくつかの人はあの当然だと 何人かの人はそれをいいと思って何人かの人はあのー、悪いと思う。はい。なぜこういうことが起こるか。ね、さっきからいくつかの人って言ってたけどいくつかの人って日本語として正しいかな。<laughs> ちょっとわからない。何人かの人ですよね。はいはい。いくつかの人うん。だからまあまあいいでしょう。<laughs> まあ大事なのはそのそのまあ大事なのはどっちも大事ですよまあまあとにかくとにかくね。とにかくですよ。 日本,語日本語ポッドキャストだからね。とにかく、あのー、じゃあ、スーパーヒーロー、例えばですよ、スパイダーマンとか、あのーまあ、ドラゴンボールの孫悟空とか、例えばね、ドラゴンボールの孫悟空って、何回世界を救ってますか。はい、まあそ、まあ、そもそも彼,彼自身が こう世界の,あの問題を大きくしてるとも言えるんですけどまあまあその話は置いといて、ね。えー、あのなんかねたまにあの悟空を狙いに地球に来るやつとかいるじゃないですか悟空を倒すために地球に来るやつ。ってことは悟空が地球にいることが、あのー、その問題なんじゃないのみたいなね、まあ、最後は確かそんな話で悟空も俺「俺オラはいない方がいいと思うんだ」みたいな感じでどっか行っちゃったような気もするんですけどまあまあとにかく。 とにかくですよ悟空はそういう悪いやつが来るたびにね、えー、そいつらを倒して地球を救ってきたんですよベジータからも地球を救った、まあ、ピッまあ最初はレッドリボン,レッドリボン軍ねその後は、えー、ピッコロ、えー、マジュニアピッコロの子供ねマジュニア、えー、ラディッツ、えー、ベジータ、えー、フリーザ、まあ他にもいろいろ えまあセルとかブーとかまあいろいろなこうまあ地球を壊そうとする地球なんて壊れちゃえみたいなまあそういうやつらからそんなことはオラがさせねえぞバッて言ってこう地球を救ってきたわけです。でねもしですよこのキャピタリズムのこのシオンシーのまあ現実世界にもし悟空が生きてたら悟空は世界で一番大きい。 お金を手に入れるべきですよねそして世界で一番大きい家を、えー、持つべきでしょ。まあ持つ権利が少なくとも必ず生まれてきますよね。世界一の、えー、なんか能力を持った人は必ず金銭的な、あのー、報酬がある。お金の報酬がある。富ですよね。富の報酬がある。で家を買ったり、あのー、金を買ったり、あのー、服を買ったり。 えもう一つ家を買ったり、えー、もう一つ車を買ったりまあそういう権利みたいなものが生まれるまあ当然でしょみたいなでももしそうだったら本当に今の僕たちみたいにみんなが悟空を好きになるかなと思うんですよねスーパーヒーローがあの地球を救った後に普通の家に帰るからかっこいいと思ってるんじゃないのと思うんですよ。スパイダーマンがね 世界を救って、その後自分の普通の家に戻って、普通のあのシングルベッドに寝てるから、かっこいいスパイダーマンって思うけど、もしスパイダーマンがですね、地球を救った後に、やれやれ、疲れたな。じゃあ今日はウィンターハウスに行こう。ハワイのウィンターハウスに行こうみたいな感じで、あの、4000スクエアミートルみたいな大きい家に住んでたら、どうどう思ういや別にいいですよ。 別にいいけど、今よりは、あの、多くの人がスパイダーマンのことを好きになる可能性はちょっとないでしょうね。まあ、人間の心理だからそういうもんでしょう。なぜかというと、この世界で、昔々,々々からもう、それは分かっていたこと。能力のある人たちが一部います。そして、まあ、ほとんどの人たちは、その少しの人に比べると能力はないです。 これは頭の良さもそうだし体の強さもそうだし、えー、いろいろな想像力とかいろんなまあ才能ってやつですよ音楽とかもそうみんながモーツァルトになれないしみんながシェイクスピアになれないえー、生まれた時からやっぱり違うんですよでまあ生まれた時からの違いもあるしあと環境の,あの不平等もありますよねでまあ、まあ、例えばあの音楽の才能がある 家族の中で音楽の才能のある子供が生まれ部屋の中にピアノやバイオリンやいろいろあるんですよ。でそういうのがないでしょ普通の家にはないしまず才能があることそして環境があることっていうのがもう大きい違いがありますよね。でそういう人たちがまあいる一部の人たち多分1%の人たちでも90 99%の人たちはそういう能力や環境がない。 で,えー、でも、あのー、人々は平等でしょっていうじゃあどうしますっていう、まあ、こ,ここが政治の一番大きなな問題なんですだからまあ、あのー、もちろん1%の人が才能があるっていうのは、まあ、認めたとしてもその1%の人たちにお金も集まってその1%の人たちが家を10個持って車を20台持って、えーまあ、しかもその10個の家たちが 普通の人たちが、まあ、千人ぐらい住めるぐらいのサイズの場合、場合、それは、そのままでいいのかな、ね、それが政治の問題。それはかなりあの難しい問題です。だから、スーパーヒーロー、もし悟空がね、悟空は地球を何度も救った。えー、スパイダーマンも多分地球を何度も救った、えー。そういう人たちが、じゃあ、じゃあ僕は地球を何度も救ったから、 えー、まあヨーロッパ全部が欲しいって言った場合にあげますか、ね、悟空がね悟空がこう言いました「あ僕はヨーロッパ全部が欲しい今の EU テリトリー全部僕が一人で住みたい」って言った時にみんな「許しますかそれを」「ああ当然だ」「悟空は地球を何度も救ったからヨーロッパ全部あげます」「できますか?」できないでしょで「じゃあできない」「許しません」って言ったら悟空がああじゃあおら あの地球をまた壊してオラは他の他のあの星に行けばいいから地球壊しちゃうぞみたいに脅迫してきたらどうしますかねまあ悟空はもちろんそんなことしない悟空そんな興味ないからね悟空は全然そのお金とか興味ないんですよ全然興味ないだからスーパーヒーローなんですもし悟空がお金に興味があったらスーパーヒーローかなスーパーパワーはあってもそれは悪いスーパーパワーと 思われちゃゃうんじなないかな、はい、だからここねここがあのそのスーパーヒーローの条件ですスーパーヒーローはそのその世界一かもしれないけどその世界一のお金が欲しいわけではないこれがあの条件なんですよねまあでも例えばですよやっぱり最低限のお金は必要ですねこの世界に住んでるからあのもちろん僕もお金は必要ですよ じゃあどれぐらいのお金が僕たちに必要かというと少なくともですよ少なくとも自分の本業に集中できるぐらいのお金と言われれば僕はやっぱりないんですよねそれがまだそれはどういうことかというと例えば僕だったらあのもっともっとあのポッドキャストを作ったりもっともっと例えば何かこう そのやりたいことありますよねその日本語のなんかコンテンツのためにやりたいことがいろいろあってそれができるぐらいの十分なお金ですよねでそ,それやっぱり時間を買うためのお金とでも言ったらいいかなでそういうお金が必要っていうことです例えばですよ悟空がね、えー、戦いたい、えー、フリーザが日本に地球にやってきたで悟空は戦わなきゃいけないけど悟空はお金がないからちょっとアルバイトをしなきゃいけない。 だからフリーザに、ごめん、ちょっと俺、セブンイレブンでアルバイトしてるから、いや、アルバイトしないと家賃払えないから、ちょっと、ちょっとあの、8時間待って、みたいなね。そしたら働戦うぞ、みたいな。まあ、そういう状態です、えー。いろんなアスリートとかが、その、スポーツに集中できないとかね。まあ、それは本当に問題なんで、少なくともですよ。少なくともそれぐらいのお金は必すべての、その、才能のある人たちに必要だと思う。 例えば小説家であれば小説を書く時間、えー、音楽家であれば音楽を作るための時間それは必ずあのギャランティーされるべきですよね。でもそれ以上っていうとねだから一つの家ですね一つの素敵な家で十分じゃないのって思うんですがまあ皆さんどう思いますかスーパーヒーロースーパーヒーロースーパーヒーローになりたいなりたいですかそれも全然興味ないないいわから はいというわけで、チャオチャオ、あしたれご、またね、またね、またね。